難しいだろうな、これ。なんでこう、テロリストが生まれてくるのかっていうのは、簡単な問題でさ、それはそうだよな。今のシステムに対して不満を持っている人間がテロリストになるわけだから。そうそうそう。それでなんでさ、ね、そのテロリストたちと対話の機会を持たないから、テロリストたちはね、武装放棄するわけだから。そうだよな。で、なんで今のバカな権力者たちが、テロリストたちと対話の機会を持たないのかって言えば、それは当然、対話になれば負けちゃうから。ね。だからほら、ね。対話を避けて、なんだかんだ国民を感情的にさせて、あじって、こう戦闘に持っていって、ね。こうテロリストをこう殲滅しちゃうみたいな。幼稚だね。そうだよな、ほんと。ね、それでも対話になれば、何今のバカな権力者たち負けちゃうから、国民に対してテロリストは危険だとか。な、いろんなことをさ、国民のテロリストに対する敵意を煽るような情報を流し続けて、テロリストに対して感情的にさせて、で、戦争状態で、戦争によって、殲滅しちゃおうみたいな、幼稚な、まあ、悪魔の考えることだろうな。まあ、そうだよな、ほんと幼稚だよな。でさ、これさ、こんとこさ、これ、こんとこ、こんとこあるよね、これね。こんとこ。こんとこあるね。こんとこってさ、まあ、なんだろう。いわゆる、マンコがあるんだよね。まあ、マンコがあるね。やっぱね。基本的にマンコがあるね、やっぱり。基本的にはね。でさ、最近ちょっと、マンコとか見ないけどさ、個人的に。お前個人的にはさ、俺もあんま見てないけど、最近さ。今のマンコってどんな感じなのかな、昔と違うのかな昔と。それで基本的にこの行動プラスや。行動は同じだと思うよ。あんまり難しいからね。変わってないと思うよ。そうなんだ。いや、つまんねえな。つまんねえな。まあな。まあそうだな。まあ、あんまそんなの見てもな。そうだな。まあな。昔と同じだつまんねえ。昔と同じだつまんねえ。まあそれはそうかもしれないな。